15日は78回目の終戦の日です。戦争を体験した世代が年々減る中、戦争の悲惨さや核の恐怖を後世に語り続ける語り部たちの思いを取材しました。札幌在住の大村和夫さん82歳。4歳の時広島で被爆しました。原爆投下の朝、大村さんは近所の友達と外で遊んでいました。ご飯ができたからって呼びに来たんですよ。遊んでた3人がね、早く食べて戻っといでと、まだ遊んでるからって。その言葉でね、うちに一目散に入ったんだ。朝ごはんを食べようとすると、上空で原爆が炸裂。体中を衝撃が襲いました。自宅は爆心地から 1.6 キロでした。いきなりピカーってね、ものすごい勢いで光ったと思ったら、うちがドカーンして爆風で全部倒壊したんだわ。大村さんは原爆投下直後の広島の街の様子を鮮明に記憶していて、絵にも描いています。全身焼けと火ぶくれ、もう血だらけで、水くれって我慢できない人がね、どんどんこの川をめがけて飛び込んだんだ。絵には建物倒壊による火災から逃げるため吊り橋を渡っている人たちの様子も描かれています。電車の中にね、吊り革持ったまま死んでた人がいたとかね。中心部満員電車だから、これが電車ごと焼かれた人がね、この中に黒い塊で乗ってたと。突然襲った現実に追いつけず、大村さんは当時恐怖すら感じなかったといいます。大村さんはその後、父親の生まれ故郷の北海道に移住。しかし放射能の影響か、原因不明の発熱など体調不良に悩まされ続けました。来年生きてないかもしれない、来年どころか来月かもしれないと。白血病やったらもう10日20日で死んじゃうということ知ってたから。人体への放射能の影響が報じられるようになり、将来に不安を募らせた大村さんは、被爆者として心配されることを避け、自分自身の経験を周りに話さずに過ごしてきました。しかしその後、被爆の影響で友人が死亡。また40歳の時参加した高校の同窓会で、同級生が若くして亡くなっていたことを知ります。生きたくても生きられなかった人がいる。自分にできることはないかと思い立ち、広島での体験を少しずつ周囲に語るようになりました。2017年からは道内の小中学校などで自身の体験を伝えています。人間の心と体を蝕むね、放射能っていう怖いものがあるっていうことをしっかり知ってね、もう私たちの思いをねさせることないようなね。一方で大村さんは、核保有国の増加のほか、台湾有事などをめぐる防衛費増額の動きなど、戦争が起きかねない現状に懸念を強めています。日本が何にも起きないままね、行くと思ったらお間違いだよと、何かに巻き込まれるかもしれないよと、あなたたちが仲間と話し合ってしっかり考えなさいと、そういう人たちになってもらいたい。帯広在住の土屋節子さんは、母親が広島で被爆した被爆2世です。母広江さんは爆心地から 1.6 キロ離れた広島貯金支局に勤めていて、幼い頃から当時の体験を聞いていました。全部灰色の世界で、あった建物がほとんど何もなくなっているような状態で、私と母はよく2人で一緒にお風呂に入ってたので、母の背中流すたびに、その家来戸の傷が痛々しくって、お母さんこの傷原爆の傷なのって言ったら、そっからね、ガラスが1ヶ月後に出てきた時の傷なんだよねって。生前の広江さんの言葉で今も心に残っている一言があります。テレビ番組で原爆投下直後の再現ドラマを見た時のことでした。こんな生優しい生ぬるいもんじゃないって、
もっともっとひどいし、もっともっと悲惨で、本当に生き地獄だったってよく言ってましたね。ひろえさんはまた放射能による後遺症を気にかけていました。兄や弟、私にどんな影響が出るんだろう。被爆三世っていうことで、本当に元気な子をね、授かって産んでくれるんだろうかっていうこともすごく心配だったみたいです。土屋さんがひろえさんの戦争体験を語り始めたのは今から6年前、被爆2世が集う会に参加してからです。2世の多くが戦争の話を親から聞かされていなかったことを知りました。私は母から本当に貴重な体験を聞かされた一人なんだなって痛感したんですよね。戦争の過酷な体験と被爆者ということで受けるいわれなき差別、二世にすら語り継がれない現実に、土屋さん自身は母親の体験を後世に伝えていく責務があると考えています。私たちは被爆二世として、被爆者がどれだけの苦しみと恐怖を抱えながら一生を終えていったっていう現実を、やはり語り伝えていかないと、命をつないでくれたっていうことは母の体験もつないでいかなくてはいけないんじゃないかな。特集でした。